エスタッションの野堀貴則です。よろしくお願いします。エンパナーダの作り方を説明します。エンパナーダはスペインの家庭料理でよく食べられています。具は野菜や魚介、お肉などいろいろありますが、今回はツナとレーズンで作ってみました。ホームパーティーなどに持っていくとすごく盛り上がるので、ぜひトライしてみてください。はい、それでは、エンパナーダの、中の具を炒めていきたいと思います。最初鍋にオリーブオイルですね。そこに、スライスした玉ねぎ、あとは、パプリカです。ニンニクを、少し中火でこう焼くような感じで炒めていきたい。だいたいしんなりして少しまあ焦げる手前ぐらいまでなので、だいたいまあ5分ぐらいですかね。で、まあ、最初オリーブオイルがこう全体的に馴染んだら、あとはあんまりこう混ぜすぎると水分が出てきちゃうので、あんまり混ぜすぎないで少しこう焼いていくような炒めで、仕上げていきます、はい、しっかり炒めて、だいたいこのぐらいのしんなりした感じになるまで炒めます。で、ここにパプリカパウダーですね。パプリカパウダーと、お塩一つまみで、ホールトマトで、白ワインを入れて、で、調味料が入ったら、さっとこう軽く煮込むような感じで、少し火は弱火にして、しんなりするまで、馴染ませるような感じで煮込んでいきます。だいたい10分ぐらい煮込む感じで、しんなり味をなじませていくような感じで煮ていきます。で、しっかり10分ぐらい炒め煮にして、しんなり仕上がって、これぐらいで、ここまで仕上げます。はい、それでは、エンパナーダの、生地をこねていきたいと思います。材料は、強力粉と薄力粉、そこに、パプリカパウダーで、バターが入りまして、卵ですね、2分の1個溶いたものを、ここに、オリーブオイルと、お水ですね。で、これを混ぜていきます、特にポイントはないんですけど、しっかり強く混ぜちゃって大丈夫です。少しバターが入っているので、バターが全体的に馴染むように、なるべくバターは少し室温に戻してあげた方が混ざりやすいので、少し1時間ぐらい前にバターをこう底上に出しておいてもらうと、すごく混ざりやすいと思います。これぐらいですね、しっかり混ぜ合わせた感じです。で、これを半分に、丸めて、冷蔵庫で1時間ぐらいですね、少し生地を寝かせます。それでは、生地を伸ばしていきたいと思います。伸ばすときに強力粉をちょっとこうかけていきます。で、伸ばすポイントは、なるべくこう綺麗な円状にして、最初はこう手のひらでこう丸く、この時にこう丸くこう伸ばしていくっていうのがポイントですね。ここまで来たら、綿棒を使って伸ばしていきます。こう時々こう打ち粉をしないと、うまく伸びてくれないので、打ち粉をしながら
時々両面返して丸く動かしていきます。そしたらこれぐらいですね、大体、まあ、厚さがちょうど耳たぶぐらいの厚さぐらいな感じで、厚いところは少し手の指で均等にならしていきます。これがまあ、あの生地の下になるので、まあ、上の方も同じ厚さに伸ばしていきます。でちょうどこの上と同じサイズ で伸ばしますね。で次はこちらに具を乗せていきます。そしたら具を、詰めていきたいと思います。最初にあの炒めた、玉ねぎとパプリカですね。この時に上から蓋をするので少しこの周り 1.5 センチぐらい手前まで均等に伸ばしていきます。で次はツナですね。ツナも均等に。この時のポイントは、焼いた時にどこを切って食べても同じ味のバランスにするために、まあ、全部の食材を均等にこう並べていきます。今日缶詰のツナを使ってるんですけど、まあ、オイル漬けになってるツナはもうしっかりこのオイルをもう切った状態で使っていきます。で次はレーズンですね。おすすめは僕はまあ今日はツナでやったんですけど、これはあのイワシとかがすごくおすすめですね。でここで生地に均等に、した後に上にオリーブオイルですね、と少しお塩、お塩も均等に振っていきます。から先回したの上に乗せていきます。乗せたら端っこ、まあ合わせて、少し余ってた、ところ合わせてこう指で引っ付けるようにちょっと押していきますね。まあ、ここまでしっかり押してあげれば、蓋をしてあげればいいんですけど、さらにちょっとこうこの余ってる部分を少し引っ張って、この中に折り込んでいく。ちょっとなかなかすぐに難しかったら、まあ、このままの状態でも全然いいんですけど、もう少し折り込んであげると焼き上がりがすごく綺麗になるので、この状態 でこの後オーブンに入れていくんですけど、入れる前にですね、この卵黄をですね、卵黄に少しだけあのお水を入れて、これを表面に塗っていきます。ちょっとこのままオーブンに入れるとこう中が膨らんでしまうので、少し膨らみを抑えるためにこの空気の穴を大体でいいんですけど、大体180度のオーブンで30分ぐらい、焼いて完成になります。でオーブンで30分ぐらい、焼いて、まあ、こんがり表面がきつね色ぐらいになったら、これで完成です。ちょっと焼き上がりはすごく熱いので、少し余熱を取ってから、カットして盛り付けたいと思います。それでは盛り付けていきたいと思います。はい、こちらで完成です。